センナケリブ、センナケリブ、サナカラブ、在位、前7 0 5年百6 8 1年は、新アッシリア時代のアッシリア王。バビロンとユダ王国に対する軍事遠征、及び建設事業、特にアッシリアの首都ニネベにおけるものによって著名である。百6 8 1年に暗殺されたことが伝わるが、その際の状況は、よくわかっていない。セナケリブが最年少の息子、 エサルハドンを後継者としていたことと関連して、息子の一人によって殺害されたと見られている。センナケリブの治世中の第一の関心事は、アッシリアの支配を拒否し続けるバビロニアの人々の問題、いわゆるバビロニア問題であった。これは、百6 8 9年のセンナケリブによるバビロン市の破壊という結末を迎えた。さらにレバント、アッシリア東部の山岳地帯。 ウラルト王国、キリティア、アナトリアの諸国、北部アラビア砂漠のアラブ人に対する軍事遠征も成功させた。シリアにおける遠征は、旧約聖書の列王記下に記録されている。センナケリブの死は、バビロン市の破壊に対するとして、バビロン市で歓喜を持って迎えられた。センナケリブはまた、特筆すべき建築者であり、その地政下において、アッシリア美術はその絶頂に達した。 彼が行った建築事業には、ニネベ氏の美化、ニネベ氏に給水する 50km の運河、そして無比の宮殿、パレス・ウィズ・アウト・ライバルなどがある。この宮殿の庭園は、伝説的なバビロンの空中庭園のモデルになったという、見解もありする。青銅期時代にティグリス側下半の都市国家、アッシュールとして始まったアッシリアは、幾度美化の拡大と縮小を経て、 全10世紀後半以降は、著しい拡大と征服の時代を迎えた。この時代は新アッシリア時代と呼ばれ、またしばしば新アッシリア帝国とも言われる。この時代の王、ティグラトピレセル3世、その、ムスコシャルマネセル5世、そしてサルゴン2世、在位期間は合わせて、1744年前7 0 5年の下で、アッシリアは、メソポタミア、アナトリア、 そしてシリアパレスチナに支配を広げ、その首都ニネベは古代で最も富裕な都市の一つとなった。この帝国の膨張に対し、隣国、とりわけバビロン、エラム、エジプト、そしてユダのような数多くの小王国は恐怖と憎悪を抱えた。アッシリアの体制が弱体化すると決まった反乱が起こり、特にバビロニア人はこの傾向が顕著だった。バビロン氏は メソポタミアにおける政治、宗教、経済の中心として、格別の求心力を持つ都市であり、この都市を中心とする地域、バビロニアを、いかに統治するかは、歴代のアッシリア王地の頭痛の種であり続けた。センナケリブのソフティグラトピレセル三世は、バビロンに区物の支配者を任命した、それまでのアッシリア王と異なり、自らを、バビロンの王として二重君主体制を構築した。 この下で、バビロニア人は、名目的な独立を維持していたが、この手法によって、バビロニア支配が安定することはなかった。センナケリブの前代のオーサルゴン2世の時代の、バビロニアの反乱は、カルデア人の部族長、マルドゥク・アプライディナ2世旧約聖書におけるメロダク・バルアダン2世が、エラムの縁を受けて、反旗を翻したものであった。 ティグラトピレセル三世の後継者シャルマネセル五世の地位をサルゴン二世、センナケリーブの父が奪い、その後、ペルシアとメディアの植民地からキンベリア人を追い払うことにサルゴン二世の関心が向かうと、マルドゥクアプライディナ二世は、その気を逃さず、バビロン王の王位を獲得し、サルゴン二世は、この鎮圧20年を超える歳月を費やした。この、いわば、 バビロニア問題を解決することは、センナケリブの第一の関心事であった。サルゴン二世は、バビロニア人への怪獣によって、バビロニア問題に対処した。しかし、後継者となったセンナケリブは、根本的に異なる手法を取った。彼が、バビロニアの世論に注意を払ったり、バビロニア王に期待される儀式的義務、とりわけ、 バビロンの新年祭りに参加したという記録はほとんど存在しない。彼のバビロニアへの関与は主として軍によるものであり、最終的には1689年にバビロンを完全に破壊した。センナケリーブはバビロンの神殿とマルドゥク、創世の神にしてバビロンの都市神を除く神々の心臓を破壊し、マルドゥク心臓をアッシリアに持ち帰った。この行為は 自国アッシリア内ちからも反発を招いた。なぜなら、アッシリアでは、バビロンとその神々は、高い損数を受けていたからである。センナケリーブは、宗教的プロパガンダのキャンペーンによって同胞に対し、自身の行動を正当化しようと試みた。このキャンペーンの中で、彼は、マルドゥクが、アッシリアの神や州の前で裁判にかけられたという、神話を作らせた。この文書は、断片的であるが、 マルドゥクは重大な罪によって有罪を宣告されたと見られている。センナケリブはバビロンのハントたちの敗北をバビロンの創生神話になぞらえ、バビロンを邪悪魔の女神ティアマと自身をマルドゥクに重ねた。において読み上げられる神話ではアッシュールがマルドゥクに置き換えられ、センナケリブはこの祭りが取り行われる神殿にバビロンの瓦礫を積み重ねて象徴的な使を築いた。 バビロンにおいて、センナケギブの政策は、多くの民衆の間に根深い憎しみを植え付けた。おそらく、センナケギブは、サルゴン2世の長男ではなかった。彼の名前は、決心心が、兄弟の代わりを与えてくれた、という意味を持つ。しかし、おそらくは兄弟たちが先に死亡したために、彼は王位を継ぐための教育を施され、 幼い頃から行政の実務を任された。前7 0 5年にサルゴン二世が沈没した。続いて即位したセンナケリ部の統治初年として、古代の記録からは三つの異なる年、前7 0 5年、前7 0 4年、前7 0 3年が確認できる。これは、その大池承が円滑なものではなかったことを示している。この大池承の際、 エジプト人の先導によるシリアパレスチナの放棄が発生し、バビロニアではさらに深刻なマルドゥクアプライディナ二世、メロデクバルアダ二世のサイドの反乱が勃発した彼はサルゴン二世に敗れた後、エラムへと逃亡していた。マルドゥクアプライディナ二世はバビロン王位につくと反乱に賛同するカルデア人、アルメニア人、アラブ人、そしてエラム人を集め大軍を組織した。 センナケリブの最初の遠征は、前7 0 3年末に、マルドゥク・アプライディナ二世に対して始められた。センナケリブは、この遠征で勝利を収め、マルドゥク・アプライディナ二世は、再び、エムジンの保護を求めて逃亡した。センナケリブ自身が残した碑文によれば、騎手の平野で、マルドゥク・アプライディナ二世を打ち破った後、バビロンを占領して、宝物庫を摂取し、 75の要塞と420の小都市を陥落させたという、という名前の区別の王が建てられ、その後2年の間バビロンは平穏を保った。前701年、センナケリブは標的をバビロニアから帝国の西部にあるヒゼキヤ王島地下のユダへ変えた。ヒゼキヤはヌビア人が支配するエジプト第25王朝とマルドクアップラディナ二世にそそのかされ、 アッシリアに対して反旗を翻していた。この反乱は、この地域にあるカナン人とフェニキア人の小国軍を巻き込んだ。シドンとアシュケロンは、アッシリアに武力制圧され、ビューブロス、アシュドド、アンモン、モアブそしてエドームなどは抵抗することなく、効能を支払った。エクロンはエジプトに救援を求めたが、エジプト軍はアッシリア軍に敗北した。その後、 センナケリーブはユダ王国の首都エルサレム市へ向かった。彼はその周囲の町々をアッシリアの属国となっていたエクロン、ガザ、アシュドドに与えた。しかしセンナケリーブはエルサレムを占領することはなく、ヒゼキヤはアッシリアの進化として王位を維持した。旧約聖書、列王記下によればエルサレムを包囲していたアッシリア軍がヤハウェ。 神の使いによって撃たれたため撤退死となっているが、アッシリア側の記録には、エルサレム占領を断念した理由を記すものはない。センナケリブは、バビロンに建てたカイライオー王を自身の宮殿で、子犬のごとく成長したと描写しており、彼が従順であることを期待していたが、結局それまでのバビロニア人と同じように反を起こした。全700人、センナケリブは彼を除き、 息子のアッシュールナディン趣味をバビロンの王に据えた。以前、バビロンの王だったマルドゥク・アップライ・ディナ二世は、エラの支援で反乱を継続しており、1694年、センナケ・リブは、フェニキア艦隊をティグリス側に展開させ、ペルシア湾岸にあるエラム人の基地を破壊した。しかし、この間に、エラム人はアッシュールナディン趣味を捕らえ、マルドゥク・アップライ・ディナ二世の息子を、 アビロンの王とした。アッシュウル・ナディン・シュミは、以後完全に行方不明となる。後継者と目されていた、彼を失ったことは、後の多い継承争いの原因となった。センナケリーブは、前6 9 3年に、ネルガルーシェズイブを捕らえて、ニネベンに送り、再度エラムを攻撃した。エラム王は、山岳地帯へ逃亡し、センナケリーブは、エラムを略奪した。しかし、 センナケリブが撤退すると、エラム人はバビロンに再び現れ、別の反乱指導者をバビロニア王位につけた。前6 8 9年、長期にわたる包囲の末、バビロンはついにアッシリア軍により陥落させられた。センナケリブはバビロン市を完全に破壊し、バビロニア問題に終止符を打った。この時、センナケリブは周辺の運河の水を流し込み、 都市の基礎となる土地そのものさえも破壊したという。センナケリーブは国境地帯で小規模な遠征を行ったが、すでに帝国は広大であり、これらの遠征では特筆すべき、領土拡大はなかった。前7 0 2年と前6 9 9年から前6 9 7年にかけて、彼はいくつかの遠征をアッシリア東方の山岳地帯で行い、その成果として、 メディア人から効能を受けたこともあった。前6 9 6年と前6 9 5年、センナケリブは遠征隊をアナトリアに派遣した。アナトリアではサルゴン二世紀の死以来、複数の族王が反乱を起こしていた。前6 9 0年頃にはアラビア砂漠北部へ遠征を行い、アラブ人の女王が逃げ込んだを征服した。センナケリブは前6 8 1年に暗殺された。 暗殺時の状況は不明である。センナケリブの後継者エサルハドンのある碑文には、兄弟たちがニネベの通りで戦っていたことをエサルハドンがあった経緯、そして軍を引き連れ急いで西部の属州から帰還して、兄弟たちすべてを打ち破り、大いについたことが書かれている。この碑文では、兄弟たちの一人がセンナケリブを殺害したために、 兄弟間で戦っていたという経緯が言及されて、いないは、バビロニアの年代記と、旧約聖書、列王記十九時三十六分マイナス三十七、歴代史三十二、二十一、イザヤ書三三十六三十八、とびとき一時十一分、そして、後世のアッシリアの記録にこの経緯が残されている。父船なケリブの殺害者名について、エサルハドンは沈黙しているが、 それは、権力の不安定性につながる記憶が、残存し続けるのを避けるためであったかもしれない。ある、バビロニアの歴史叙述者は、センナケリブが殺害されたのは、バビロン氏に対する彼の諸行へのであると解釈した。フィンランドの学者は現存する当時の手紙の調査結果に基づいて、アルダムリッシー、アーダミューリシー、旧約聖書における、アドラメレク。 月王期19時37分、イザヤ書37、38が、センナケリブを殺害した王子であり、百6 9 4年に始まる一連の出来事が暗殺の舞台を整えたとしている。百6 9 4年、センナケリブの長男で後継者だったアッシュウルナディン趣味は、エラム人とバビロニア人に捕らえられ、エラムへと連れ去られた。その後、彼は資料に全く登場しない。 アッシュールナディン趣味の次に年長の王子であったが次の後継者となることが予想されていた。しかし、センナケリブの側室なきやザクトゥとも呼ばれる。あるがッシュとは全く関係を持たないは王に対する影響力を駆使し、自分の息子エサルハドンを後継者として宣言さた。センナケリブは全アッシリアとその親民に対してこのエサルハドンへの忠誠を誓わせた。 エサルハドンが継承者と定められても、アルダム・リッシュは、宮廷の有力者たちの間で人望を保っていた。続く数年間、宮廷ではエサルハドンへの敵意が強まり、センナケリーブは、王太子、エサルハドンを安全な西部族州へと送った。アルダム・リッシュは、これが、自身の王位に対する権利に決定的な影響を与える行為であると判断し、反乱の制約、 エートリーティー・オブ・リベリオンにより自らの党派を結束させると、不王の殺害へと動いた。その後、センナケリーブは、アルダム・リッシュ自身によって死殺されたか、ミスロクへの礼拝の際に、神殿を守っていた人頭有欲を牛しに押しつぶされて殺害された。アッシリア帝国は地方に分かれており、それぞれの地方総督は、道路の保全や公共建築、 行政政策の実現に責任を負っていた。帝国の政策の重要な要素の一つは、人々の大規模な追放と再配置である。その目的は懲罰、反乱の抑止、帝国内の食料生産を維持するための過疎地帯の人口回復であった。全745年から全612年の間に450万人もの人々が移動させられた可能性がある。 そしてセンナケリブの地勢だけでも47万人が移動させられたかもしれない。この頃までにアッシリアが十分強大になっていたため、非軍事的な事項にも大きな関心を向けることが可能になっていたためか、センナケリブ時代の初記録には建築や行政的活動に対のものが多く含まれる。センナケリブは即位直後からニネベの再建に取り掛かり、都として整備した。 この、ニネベの建設活動は、彼が建設した有名な、無比の宮殿、パレス・ウィズ・アウト・ウェイ・ライバルや、都市の囲い平兵器以降、工事の状況を映した浮き彫り、碑文など、多数の資料が残されていることから詳細に知ることが、できる。ニネベ遺跡の現存以降の大部分は、千ナケリブの知性のものである。無比の宮殿のプランは大部分が復元されており、 全体の大きさはおおよそ503メートル242メートルであった。少なくとも80の部屋があり、その多くに彫像が並んでいた。宮殿内からは膨大な数の設計文字年度版文書が発見されている。石灰岩のブロックと泥レンガを用いて、宮殿の強固な基礎が作られた。基礎部分は22メートルの高さがあり、 総計でおおよそ268万立方メートル、約160万個のレンガが使用されていた。さらに、その上に築かれた泥レンガ製の壁は20メートルの高さがあった。いくつかの主要な出入り口の側面には30トンに達する巨石製の彫刻、その多くは人面遊翼の獅子、またはお牛が設置された。この像は50キロメートル離れたバラ台。 バラ台の採石場から運ばれ、ニネベに到着後、おそらく傾斜羅を用いて、さらに20メートルも持ち上げられた。また、この宮殿には、合わせて3000メートルに達する朝浮き彫りが施された、石製パネルがあり、彫刻の作成や橋気を用いた輸送など、建設の各段階すべての様子が描かれている。ある浮き彫りの場面では、44人の男性が巨像を、 牽引している様子が描かれており、巨像の上には三人の男性が立ち、捜査を指示している。巨像が目的地に到着した後、最終的な仕上げが行われた。これらの巨像の重量は、通常9トンから27トンである。壁面の石成彫刻には、数多くの戦闘場面、串刺し、千賀蹴り部の完全で、戦利品を持って練り歩く兵士たちなどが描かれている。 彼はまた、自らの征服活動を誇り、バビロンについて、その住民は、老いも若きも、世は、憐れむことはなかった。そして彼らの死体で、世はそのとの通りを埋め尽くした。と書いているほか、ラキシュの戦いについて書いたセンナケリブの手紙では、そして、ユダの秘ぜや、我が首輝に従わざる者、彼を、世は、エルサレムに閉じ込めた。彼の王とは、 鳥籠のごときものであった。土隷を築き、そして誰であれ、彼の指紋から出てくる者には、彼の罪の代償を支払わせた。世が略奪したる彼の町々を、世は、彼の地から切り離した。と述べている。当時、ニヌベは、約7平方キロメートルの領域から構成されており、城壁には15の大門が設置されていた。 18の運河からなる成功な水利システムにより、丘陵地帯からニネベに水を供給しており、千ナケリブによって建設された壮大な水道橋のいくつかの部位が、ニネベから6 5トルの地点にあるジャーワンで発見されている。城壁内には、当時のバビロンのおよそ2倍、10万人以上、おそらく15万人近くが居住し、当時、世界最大の人口集積地の一つであった。 古代の世界七不思議にも数えられる、バビロンの空中庭園の伝説は現在でも知られているが、この伝説のモデルとなった庭園は、バビロンではなく、センナケリーブがニネベの宮殿に隣接し建設した庭園とそれに、付随する給水設備であった可能性もある。古代メソポタミアにおける生活の入門書、ステファン・バートマン、オックスフォード大学出版、2005年、 ケンブリッジ古代史、第3巻、第2部、編、ジョン・ボードマン、ヨルワース・エドン・ステファン・エドワーズほか、ケンブリッジ大学出版、1991年、92年に収録されている、アッシリアの影にある、バビロニア、全747-1626年、著、ジョン・アンソニー・ブリックマン、古代の帝国、メソポタミアから、イスラムの交流まで、著、エリック・エイチ・クライン、 マーク・ダブリュー・グラハム、ケンブリッジ大学出版、2011年、バビロンの空中庭園の謎、世界の不思議の謎を追う、ステファニー・ダリー、オックスフォード大学出版2013年、メソポタミアの遺産、編、ステファニー・ダリー、オックスフォード大学出版。1998年、古代イラクの文明、ベンジャミン・リード・フォスター、カレン・ポリンジャー、フォスター、 プリンストン大学出版、2009年、カゴの中の鳥、全701年のセンナケリブの進行、チョ、デスター・グラップ、エアンド、シーブラック出版、英国、2003年、ケンブリッジ古代史、第3巻、第2部、編、ジョン・ボードマン、ヨルワース・エドン・ステファン・エドワーズほか、ケンブリッジ大学出版、1991年、92年に収録されている、アッシリア、 センナケ・リーブとエサル・ハドン、チョ、アルバート・カーク・グレーソン、メソポタミア・歴史辞典、著、ン、チョ、グウェンド・リン・レイク、スケア・クロー出版、カカシ出版。現在は、ローマンリトル・フィールド出版、米国。ローマンリトル・フィールド・プブリシャースに、吸収合併されている、2009年、宮殿とジーン、チョ、クリフォード・マーク・マッコーミック、ウォルター・ド・グルーター出版、ドイツ、2002年、 聖書辞典、著、ジョン・エル・マッケンジー、サイモン・アンド・ス・シュター出版、米国、1995年、ケンブリッジ古代史、第3巻、第2部、編、ジョン・ボードマン、イオル・ワース・エドン・ステファン・エドワーズほか、ケンブリッジ大学出版、1991年、92年に収録されている、アッシリアの滅亡、百6 3 5全6 0 9年、著、ジョアン・オーツ、 肖像、権力と、政治へサルハドンによる、バビロニア統治の象徴、バーバラ・ネブリング・ポーター、アメリカ哲学学会、1994年、センノケリブの、無ヒの宮殿、ジョン・マルコム・ムラッセル、シカゴ大学出版。1991年、古代オリエント、古代金等学入門、ウォルフラム・フォン増電・増田ウィリアム・アードマンズ出版社、米国ミシュガン州、1994年、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。